民家に現れた、コ羅ラナメクジカの一種マダラコ羅ラナメクジ、バナナスラッグナメクジナメクジは、陸に生息する、巻貝のうち、殻が退化しているものの総称。または、ナメクジカの一種メギマーティウムバイリニアタムの和名。ナメクジラ、ナメクジリとも言う。総称としてのナメクジには、ナメクジカ、コ羅ラナメクジカ、オ羅コめラナメクジカなど数化のものが含まれる。 これらは、必ずしも、同じ系統のものではなく、別系統のカタツムリからそれぞれ、貝殻を失う方向へ進化した、多系統群である。アシヒダナメクジカなど特殊なものを除けば、一般に、ナメクジと呼ばれるものは分類学的には、カタツムリと同じユーハヤズナの柄岩目に属し、カタツムリの一種とも言える。カタツムリの貝殻が、徐々に退化して、小さくなり、 体内に入って見えなくなれば、なめくじの形になるが、実際には、その途中の形態を持つ種類もある。平甲羅別ら貝は薄く平たい殻を持ち、休止時には、殻の大部分が見えて、カタツムリのようだが、活発に活動している時には、殻の大部分が、周囲の肉に覆われ、なめくじのようになる。また、甲羅舐めくじかのように薄い楕円形の殻が、体内に渦もれているものや、 ナメクジカのように完全に殻が失われているものまで様々な段階がある。このような貝殻の消失は様々な系統で起こっており、これをナメクジ化とも言う。海に住む前菜類の乳掛け貝科やアトエラ類の海ウ牛ウ類もそれぞれ独自にナメクジ型に進化した巻貝と言える。ナメクジ化が起こる理由は必ずしも明らかではないが、殻を背負っているよりも運動が自由で、 狭い空間なども利用できるメリットがある。地中でミミズ類を捕食するカサカムリナメクジカでは、その得意な捕食環境に適応した結果ナメクジカ、下とみなすこともできる。南アフリカには体長20センチメートルを超える巨大ナメクジが見つかっている。これは各動画サイトや TV にも取り上げられている。主な特徴は、色は茶色や肌色ではない黄色で、 通常陰景は白色であるが、この種では黒色である。人家周辺でよく見られるものは、ナメクジや、チャコーラナメクジなどである。後者はおよそ1970年代以降に、見られるようになったヨーロッパ原産の外来種で、人家周辺の他農地や空き地など、人為的影響の強い場所に生息し、農作物や園芸植物に被害を与えるため、防除対象である。 それ以前には、やはり外来種で、甲羅なめくじかの黄色なめくじが、人家周辺には多く、甲羅なめくじといえば、こちらの種を刺すのが普通だった。住宅地などで茶甲羅なめくじよりも巨大な姿で、活動しているのを普通に見かけたものだが、それよりも小型の茶甲羅なめくじの勢力の伸長と、共に衰退し、今では、見かけることは少なくなっている。サニアには、 山ナメクジという大型種がおり、体長は10センチメートル以上にもなる。体は分厚く、触角は短い。沖縄の産地には、別種、ヤンバル山ナメクジもいる。ヒラ,コーラベッコ別ガイは、沖縄地方に見られる、外来種で、大化しかけた、薄く小さな殻があり、カタツムリとナメクジの中間的な形態を示す。やはり、沖縄県及び、熱帯地方に広く分布し、 しばしば外中とされるものに、足ひだなめくじがある。これは、形はあまりなめくじらしくなく、平べったい楕円型で、表面は細かいつぶつぶになって、あまり粘液を出さない。裏返すと体の下面に、体の幅より狭い足が、はっきりと区別でき、その前の端に口や触覚がある。これは、他のなめくじ類とは禁煙ではなく、磯あわちに、禁煙のものである。 ありがとうございます。